はい、どうも、ミスター X です。今日が2019年の12月12日木曜日、今日明日と行けば仕事にね、まあ、お昼の仕事をしている人はあと2日行きましたら、2連休ですね。2連休、もう年末が迫ってまいりました。で、今日朝ね、LINE ニュースで梅宮達夫さんが慢性腎不全で、まあ、なんとお亡くなりになったということで、哀悼の意を捧げたいと思います。ご冥福をお祈りいたします。まあ、この梅宮達夫さんから学ぶところとしましては、まあ、何にせよ松方弘樹さんと、松方弘樹さんも亡くなったんですかねと、お二人でなんとも釣りが大好き でマグロを、ね、追いかけたりカジキを釣ったりっていう、まあ、とにかく豪快ですよね。豪快なイメージがすごくあって、まあ、子供小さい頃からテレビに出られていた方ですから、もうそういった、ね、印象を人に植え付けるぐらいの情報発信力が、まあ、もちろんテレビにもあったし、梅宮達夫さん本人にもね、すごいものすごいエネルギーがあって、でそのエネルギーが外にね飛び出して、でそして人に伝わっていったんだろうなというふうに思います。まあ、そこから学ぶのはやっぱりこうやって動画をね撮らせていただいて、で YouTube っていう媒体メディアをね使わせていただいて、まあ、情報を発信してるわけなんですけども、まあ、あれだけの、まあ、往年の大スターのお一人ですよね、梅宮達夫さんが本当に、まあ、命を全うするまで、そしてエネルギーを持つ限りのエネルギーを使い果たして、まあ、お亡くなりになって、そしてまた次のステージに、ね、行かれたんだろうなというふうに考えると、まあ、我々もねまだまだチーム予祝としてもミスター X としてもまだまだこれから持てるエネルギーをすべて、まあ、予祝アカデミアにのために、そして、まあ、もちろん自分のために、そしてまだ見ぬ誰かのために、エネルギーをね使ってまいりたいなと思います。はい、それではね、本日の朝の動画はこれで終わります。最後までご覧いただきましてありがとうございます。